説明責任とは誰に果たすんですか。国民のために果たすんでしょ。政治倫理審査会は完全公開でやれと指示したらどうですか。おっしゃるように、国民に向けて説明をする、これは大変重要な場であると思いますが、様々な対応が考えられる中で適切に国会でご判断されると考えております。説明責任を果たさなければいけないと何回も総理も言ってきて、説明責任を果たすってことは完全公開じゃなきゃおかしいじゃないですか。そうだ誰も見てないところでつぶやいたことがなんで説明責任になるんですか。原則として傍聴は認めない、そして本人の意思を尊重するという規定の中で具体的にどう対応するのか国会が判断されるべきものであると考えます。国会の判断は総理が指示をすれば、自民党がそういうふうに対応すれば国会は動くんです。今の答えでは今日は指示しないってことですね。指示という言葉の定義ですが、私自身従来からもこれからも、本人に対してあらゆる場を通じて、説明責任を果たす、そういう考えです。